モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、自然と自然にマリンワールド海の中道の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方にはマリンワールド海の中道ペアチケットプレゼント。夏休みが近づいてきました、はい、夏休みになったら夜の水族館も多分やるんじゃないかなというふうに思います。いやー暑い時に水族館って最高ですよね、イルカの演技を見たり、はい、いたずらイルカにちょっと水をかけられたり、チンアナゴってすごい名前だなってびっくりしたり、それからクラゲを眺めていたら疲れてるんですかって声をかけられたり楽しいところです。ぜひマリンワールド海の中道ペアチケット目指しておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はね、そうだな、こちら女性の方匿名でいただいたんですけれども紹介することにしましょう。中地岡本さん、こんにちは。こんにちは。うちは3人家族で小学校6年生の娘がいます。昨日の話、私が夜カーテンを閉めようとしたら向かいの家の人が窓全開で何やら料理中みたいなんだけど裸。え、パンツ履いててよかったね、フルチンだとやばかったよねって言ったら、小学校6年生の娘がフルチンってフルタイムチンチンってことをと言い出してフルタイムでチンチン出してるとやばいやんっていう話で盛り上がり、そもそもフルチンって何の略って話になったので、風呂に入ってる時のチンチンのことじゃないとというパパの一言に、小学校6年生の娘がそれはフルチンやんとツッコミを入れてみんなで大爆笑しました。でも結局フルチンの意味がわからないので中地教えてくれ。もうね、なんかよくわからないんですよお昼の12時にこんなメッセージを紹介してる番組ダメですこれはもう英語で言うところの FULL ということでしょう。はい、オールというかね、まあ、全部とかね、そだから、まあ、FULL ね、まあ例えばガソリン入れたらゲージのところにフルってなりますよね。あれはいっぱいっていうことなんだけれどもフルっていうのにはいろんな意味があって、そこまで説明しないといけない。いやだ、性格が災いするんだよねこういうのってちゃんとこう自分で皆さんに伝わるように説明しきっちりしたい。いやそうなんですよ、そういう煩わしい性格で自分自身も困ってるんですだからフルモンティっていう映画があったの知ってる、はい、男性のドリップのやつですよねまあだから結局マッパのことをフルモンティっていうんですね、はいはい、まあそれにも、まあ、近いようなフルチンというちょっとだけ隠したものっていうのはそんなないと思うんですけれどもさあそれからね、これもいきましょうか、女性の方ですね、中地岡本さん、こんにちは。こんにちは。私がお昼ご飯を食べてお腹いっぱいで気持ちよく昼寝していた時に、夢の中で誰かからパシッパシッと叩かれてて、目が覚めたら仰向けで寝ていた私の服をめくり上げてお腹を出して、当時小学生だった息子が携帯見ながら太鼓の達人の練習をしていたんです痛いが、ママ寝てるのにと言うと、いい音がするっちゃもんという一言に吹き出してしまいました。そんな息子も成長し、思春期になった頃郵便小包を頼んだんです。宛先と送り主の名前、住所を記入し渡したら、電話番号も記入してくださいと言われて、その場で携帯に登録していた私の番号を見ながら記入していたのを郵便局員の人が覗き込んで見ていたんでしょう。私の名前は玉美と言いますが、息子は自分の携帯に私を金玉と登録していたんですその後よほど印象が強かったのか、金玉さん金玉さんと郵便局で呼ばれた息子は、まあ、まさかまさか自分と周りを見ると、周りの人もキョロキョロしてて熱い視線を感じながら金玉になりすまし、郵便局を出た息子は即携帯の登録名を金玉から玉に変えたみたいです。おい、
素直に母とかお母さんに登録せえよ。我が家のたくさんあるおもろい家族の話もだん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 残りわずかとなってきました。そろそろ大賞もらえませんかって。これじゃあ難しい。このぐらいのレベルじゃあね難しいかもしれない。まあまあとにかくね、金曜日のノミネート作品および大賞発表を、待っておいていただきたいなというふうに思いますけれどもね。まあなんていうかお母さんが、たまみだからそのなんていうかこんな登録名にするっていう この手のお茶目な感じって俺ないんだよね。あこの手のお茶目な感じっていうか下ネタはほぼほぼ普段言わないので、あの商売上使ってますけど生活に溶け込んではいないと生活には全く何ら溶け込んどっちかというとそういうのから遠ざかる方です。割と品はいい方だと思う。そういうのから普段は遠ざかってるんですけれども、まあ、商売柄この手の話は誰が商売柄せざるを得ないというね皆さんが所望してらっしゃるのでせざるを得ない。それからね、こちらめぐみさんですね。中地岡本さんこんにちは。こんにちは。もう数年前に亡くなったんですが離島出身ののんびりしたマイペースな嫁の私に怒ることも一切なかったいい義理のお父さんでしたが、言い換えれば空気が読めない、いや読まない、そういうお父さんでもありました。夫が小さい頃もお母さんは厳しくしっかりしていた一方でお父さんはいつもニコニコ優しくって、一人っ子の夫にお母さんにバレないようにこっそり小遣いをあげる、そんなお父さんだったらしいです。亡くなってしばらくしてから夫が昔のエピソードを話してくれました。今54歳の夫、大野城出身、子供の頃優しいお父さんにあちこち連れて行ってもらった話の一つです。デパートの上の方で催し物が行われ、それは随分と昔の話、大丸の特設会場で貝殻を展示してそれを売るっていう催事があったとのこと。そこに行きたい行きたいってことでお父さんに連れてってもらったそうです。行ったところものすごい人、押し合いへし合い、珍しい貝の展示をもみくちゃにされながら見て大層楽しかったそうです。記念品として貝のセットが売られていたそうで、欲しい欲しいと小学生だった夫が言うんで、優しいお父さんはニコニコして買ってくれたそうです。人がもみくちゃになってる中、ようやくその貝殻セットをお土産として購入。そこでお父さんは店員さんに、ちょっとこれ貝がいっぱい入っとるやろ、なんが何の貝かようわからんことなるけん、一個一個ここに貝の名前ば買い取ってくれると頼んだそうです。買うのもやっとの大混雑の大丸の特設会場で、小学校低学年の夫でも、このタイミングでそれ言うと思ったそうですが、お父さんは可愛い息子のことしか考えられなかったんでしょう。店員さんが断るのにも全く気を気に留めず、耳を貸さず、相手が困惑してることも全く目に入らず、わからんようになるけん頼んますと平然と何度も何度も頼んで全く引き下がらなかったとのこと。いかにもお父さんらしくて私も娘も大爆笑、亡くなってもなおその人柄が感じられていかにもと思わせるような話でした。私は関東から嫁に来た身、のんびりして危機意識も全くなく戸締まりもしない田舎者のお父さんに時々イライラすることもありました。一年中縁側に座って何にもせずに、こうやっとったら電気も使わんでよかとか、暑い中扇風機は癖になるけんねと言ってエアコンも扇風機も使わずにいるのを見ると、それじゃあ普通は暮らせないでしょう、命に関わりますよと腹も立ち、穏やかではいられない私たち家族ではありましたが、本人は平和な人でした。それこそお金の下ろし方も分からず、私に何でもお願いして、機械で金が自由に下ろせたら金をいっぱい使うようになるやろうがと言って、自分では何にもやろうとしないしできない義理のお父さんでした。お父さんに買ってもらった娘の
ピンクのランドセルも6年目。買ってもらった時は元気だったんだけど、孫の6年の小学校生活の成長を見届けられず他界してしまいましたが、最後まで平和な人でした。亡くなってもなおエピソードを語るとその人柄が感じられ懐かしくなりますねっていう、いい話なんだよな、ね、いいお父さんです ね、 おもろい家族パート2でした。